ね、駅長さんの格好して マイクです。こっちの方が大丈夫そうですね。はい、大丈夫です。はい。近くにいましょう。はい。じゃあ始めましょう。はい。それでは皆さん、お待たせいたしました。ただいまから日本将棋連盟と名古屋鉄道による将棋トレインの出発式を取り行います。司会進行を務めさせていただきます。名古屋鉄道の上鶴でございます。どうぞよろしくお願いいたします。出発式に先立ちまして、出発式看板に駒の貼り付けを行います。日本将棋連盟常務理事、西尾様に飛車を取り付けていただきます。西尾様、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に、名古屋鉄道専務執行役員、岩切に核を貼り付けていただきます。岩切専務、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは最後に、藤井先生に王将を貼り付けていただき、出発式看板の完成となります。藤井先生、よろしくお願いいたします。藤井先生、ありがとうございました。続きまして、将棋トレインの記念掲灯板を名古屋鉄道岩切専務より皆様にお披露目させていただきます。こちら、今回の掲灯板は将棋の駒の形をしております。負の駒の裏側がと金であることにかけまして、ひらがなでトレインと表現をしております。また、掲灯板の裏側に書かれているのは、藤井先生よりいただきました記号です。運行期間中には、電車の中の客室からもこの記号を見ることができるようになっております。それではこの後、将棋トレインが到着しましたら、藤井先生にこちらの掲灯板をご掲出いただくために、名古屋鉄道の岩切専務より、藤井先生に掲灯板をお渡しさせていただきます。はい、お願いします。
すみません、順番に左からずっと左から大丈夫そうですか？お写真大丈夫そうですか？では一旦写真撮影これで撮影させていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではこの後14時40分頃に列車が到着いたしますので、それまでしばらくお待ちくださいませ。藤井先生、西尾理事、岩切専務、ありがとうございました。44分に電車来るのね、ちょっとお待ちください。開けていただいて、かけるときにちょっとお写真の形で後ろを見ていただいて、でかけていただいてまた見ていただくという形で、中から入ってちょっと後ろからのお写真いただくというような形で、はい、お願いしたいと思いますね。はい、まだあれですよね、先生まだ制服、電車来るまで着られていて、また頂戴しますので。寒くないですか？大丈夫ですか？はい、着いてください。NHK の代表カメラさん、どちらですか？あ、なんかいい感じが出てる。はい、では2番線に今度電車が入りますので、ご注意ください。
ありますか？きっと、もう来ますよ。嬉しそうですね。なかなか見せない笑顔、白い歯がこぼれてますね。うわぁ、藤井八冠好きなんだろうな。電車しかも乗り慣れた通電ですからね。藤井聡太先生、日本将棋連盟西尾理事、名古屋鉄道日野切専務の3名に実施していただきます。出発合図終了後は将棋トレイに皆様ご乗車いただきます。では私のせーのという合図に続いて、右手を掲げて大きく出発とご発声をお願いいたします。それでは皆様ご準備はよろしいでしょうか。それでは、せーの、出発。終了いたします。皆様、将棋トレインにご乗車